てめえらが超えるために守ってる友達の話だろ。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。はい、ご指名ありがとうございます。早くて安くて安心、デリバリーゴッドのヤトでございます。上様が行方不明。僕の名前はサイキクスオ、超能力者である。その男の子、つまり僕も今や高校生である。お前みたいなキャラはツンドラって感じだ。どの部位をですか？でも九州ってどうしてそんなところの？僕の超推理はこの探偵者、いやこの国でも最高の異能力だ。みんなが頼っちゃうのも仕方ないよね。ブリード、あいつが黒幕か。今の話だとドフラミンゴは関係なさそうだが、お前がブリードか。シーザーを返してもらおう。だって彼らにマゼンダさんを拉致するように言ったのは僕ですから。それをわざわざ助けるように言ったのも僕です。スーッといなくなりたいナクラです。いい加減ちょっと前のことくらい忘れたっていいだろうに。あれ、先生は？大丈夫です、何でもないので構わず。俺の単行本は一切仕事場に置くなと言ったよな。あなたは世間の漫画家に対する認識が。だがお前は規制には勝てない。近い将来スタメンの座を奪われるだろう。そうなればプライドの高いお前は結局いなくなる。死んだらどうする？何を言うんですか。桃色ガブリエル、微妙に統一感がないのですけど。新たな門出にふさわしき青天だ。実は私、表向きは聖十字学園の理事長をしているのです。